視聴覚室での第2回公演は無事大成功。このウェーブに乗って早く次の公演をと思ってさ。第3回公演か、楽しみだ。実は秋には台本を作り始めてもらってます。今回もいいものになる予感パンパンよ。もうお前プレッシャーかけんなよ。手製めちゃくちゃいいものになります。追い打ちかよ。期待してるよ秋先生。ちなみにお客さんも増やしたいと思ってる。ヒロ君もロキもお客さんに見られるってこと少し慣れてきたでしょ。うん、まだ緊張は残ってるけど、ロキとみんなのおかげで芝居が楽しい。ありがとうロキ。ふん、俺に感謝するのは当然だな。そういえば最初は入部するの断られたんだっけ。誰かと無駄になれ合うの好きじゃないんで。うん、よく知ってる。だからこそ嬉しいんだよ。そんな律が今演劇部にいてくれることがさ。いつきさんは優しいですよね。俺最初は断りましたけど、今は何でもないです。俺はいつきさんに誘われて真宙さんの助けになりたいから部にいるだけで。うん、でも律はすごくいい子だから、もっともっとたくさんの人が律のいいところを知ってくれるといいなって思うよ。いつきさん。ふん、俺様の美しさは写真にしても絶好調に漏れてるな。ロキ、漏れてるなんて誰に習ったの。サスケ。お、この写真の北斗笑ってるじゃん、珍しい。笑ってないです。眼科行った方がいいと思います。辛辣。場所わかります？地図書きましょうか。親切。本当だ、視線が優しげでいいね。律らしさがよく映ってるよ。ありがとうございます、いつきさん。差別。都心に引っ越すから休学するかもとか、いや退学だとかなんとか。部長知ってました？いや聞いてないよ。マジで？ツッキーにさえ言ってないなんて。昨日は最近あんま喋ってないって言ってたけど、他に何か気づかなかった？様子がおかしいとか。実は曲を作ってないみたいなんだ。パソコンを触ってる気配がない。曲作ってないのか、それ困ったな。休学退学云々は後で本人に確かめるとしても、今回の公演の曲りっちゃんに作ってもらうのは無理かもね。リツのやつ、今日も顔出さねえのな。うん、あれから何日も経つのに。ソウスケ、音楽の件、真面目にどうする？本番までもうあんな日にちないぞ。そうね、場所も時間も告知済みだし、でもまあなんとかなるでしょう。あ、そうだ、万が一の時は秋が歌えばいい。ね、ほら、自慢の歌声でちょちょい。闇かよ、俺の音痴知ってるくせに。ったく、はあ、もう心配が尽きない。みんなの気持ちもわかるけど、きっと大丈夫。リツのことを信じよう。虹かけ、この学校の演劇部では夏と冬の2回有料で公演を行ってるんだ。ありがたいことに大勢のお客さんが楽しみにしてくれてる。高岡さんの方針で歌やダンスも織り交ぜた大きな舞台だよ。そこに抜擢するってことは今後の活躍が期待されているということ。高岡さんは俺を含めたこの5人を大きく打ち出すつもりなんだと思う。なるほど、ま、詰まるところ舞台に立てる。中津とロキのいる学校とやり合う準備はできたってわけだ。歌オーディン様の指令は大切だけれど、舞台に立つのも楽しみだね、ブラギ。兄さんはこんな時にも素直ですね。
いっそ眩しいほどに。はあ、やっぱ天才ってすげえな。昨日の今日でこれだぜ。凡人とは違うわ。うん、うんうん、なるほどなるほど。ヒロ君はこの曲どう思う？うん、いいとは思う。ちょっとまだうまく言えないけど。まひろさん？オッケーオッケー。ロキタンは？別に、リーツならこれくらい普通だろ。うんうん、そうだよね、普通なんだよね。リッちゃんさ、この曲台本さらっと読んだだけで作った？そうですけど。やっぱそうだよね。だったら余計に。ごめん、これ使えない。っていうか使いたくない。え？神ファイブ。神ファイブ。うわ、神ファイブですか。グループ名みたいで素敵ですね。神ファイブ、すっげー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 、かっこいい。終わってますね。私の美的感覚がユグドラシルの枝からみなげしそうです。呼び名なんてなんだっていいが、まあ指示はあった方がやりやすい。はい、光栄ですね。公演に向けた稽古にもますます身が入りそうです。俺まで神にカウントされるのはなんだか恐縮だな。足を引っ張らないように努力するよ。あなたも共謀者なんですか。俺、いつきさんだけは違うって信じてたのに。